皆さんこんにちは。天才的なバッティング技術で広島東洋カープの主軸を務める西川龍馬選手、2023年オフに FA 権の行使を熟考するという報道が出ており、今後の動向が気になるところです。そこで今回は広島東洋カープ西川龍馬選手のこれまでの年俸推移や私生活について調べてみました。西川龍馬選手の2023年の年俸は1億2000万円です。広島東洋カープ西川龍馬選手の年俸ランキングはプロ野球全体で98位、広島東洋カープのチーム内では7位、外野手のポジション別では20位となっています。西川龍馬選手の年俸推移と年度別成績は次の通りです。年度万年齢、年俸、打撃成績で示しています。2016年22歳は750万円、62勝率、2.940本3.OPS731。 2017年、23歳は930万円、95勝率、2.755本27.OPS725。 2018年、24歳は2000万円、107勝率、3.096本46.OPS814。 2019年、25歳は3100万円、138勝率、2.971本64.OPS。 2020年、26歳は6800万円、76勝率、6.32点OPS794。 2021年、27歳は6300万円、137勝率、2.86本12.60点OPS733。 2022年、28歳は7600万円、97勝率、3.151本53点OPS822。 2023、29歳は1億2000万円、109勝率、9.56点OPS。 年俸は以上のような推移になっています。2015年ドラフト5位で広島東洋カープに入団した西川龍馬選手、これまで2970打席に立ち、通算打率2割9分9厘を誇る左の好打者です。優れた打撃技術を持つ一方で怪我が多く、これまでに規定打席に到達したのは3度のみとなっています。2020年には右足首痛と脇腹痛で登録抹消されています。2020年オフには右腓骨筋腱腱鞘形成術を受けました。2022年には下半身コンディション不良によって登録抹消されています。2023年には右脇腹の肉離れで登録抹消されています。ただ確かに怪我が多いとはいえ、これだけ安定して打率を残せる選手は NPB 全体を見渡しても少ないのが現状であり、その点が評価されています。噂される FA 権の行使があれば引く手あまたになることが予想されます。西川龍馬選手は2022年シーズンに FA 権を取得していましたが、2022年オフは国内 FA 権を行使しませんでした。西川龍馬選手は2023年オフにも FA 権行使を検討しています。野球人として他球団からどう思われているのか気になるということを述べたことがあります。もし FA 宣言すればかなりの目玉選手になるところでしたが、新井貴浩監督の遺留もあり1年契約での残留を決め経緯があります。西川龍馬選手が今オフ FA 権を行使する可能性はあり、それが濃厚と見られています。去年 FA 権行使を検討した理由が他球団の評価が気になるということや、1年契約での残留であること、新井貴浩監督への仁義は通したことから、その可能性は高いかもしれません。福岡ソフトバンクホークスをはじめ、西川龍馬選手の高い打撃技術に興味を示す球団は多く、もし FA 宣言すれば野手の一番の目玉選手になりそうです。西川龍馬選手の FA ランクは B ランクと見られています。 B ランクの保証は人的保証1名、金銭保証か金銭保証のみとなります。西川龍馬選手の移籍先に関してはパ・リーグに挑戦したいという意図からオリックス・バファローズと福岡ソフトバンクホークスが獲得候補に上がっています。特に地元のオリックス・バファローズが最有力候補とされています。オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス両チームともに
打率3割を期待できるバッターの加入はかなり大きなインパクトを与えるため、争奪戦は過熱しそうです。天才打者が新天地を目指すとここ最近はもっぱらの話題です。結果的に西川龍馬選手は2023年11月14日にマツダスタジアムで会見し、昨年取得した国内 FA 権を行使することを表明しました。念頭に置くのは同一リーグではなく在籍したことがないパリーグでのプレーと表明しています。水面下では複数球団が西川龍馬選手の調査を行ってきたが、最有力候補とされているのはやはりあの球団です。 FA 申請期限となったこの日、西川龍馬選手が初めて自らの去就について明言しました。先ほど申請書を球団に提出しましたと切り出し、自分の挑戦したいという気持ちがあって、そのことを常務と監督に伝えましたとしています。野球人生を左右する決断について自らで考えをまとめて義理も通してきました。新井貴浩監督には先週のうちに直接思いを伝えたといい、チームが秋季キャンプを行う宮崎の日南まで密かに足を運んで報告を入れていたことを明かしました。広島東洋カープは原則宣言残留を認めていないため、 FA 宣言移籍が流れとなっています。希望する移籍先を聞かれた西川龍馬選手はパリーグとブレずに断言しました。セリーグに行くことはない、セリーグなら正直行く意味はないと思っているので、あの野球に興味があった、野球人生は短いのでそっちの方でもプレーしたいと考えたと胸の内をさらけ出しました。在籍8年で通算打率2割9分9厘、今季は故障による離脱はあったものの、リーグ2位の3割5厘をマークしました。天性のバットコントロールを誇る西川龍馬選手の獲得に名乗りを上げる球団はどこか。すでに西川龍馬選手に対してはストーブリーグの主役福岡ソフトバンクホークスが照準を定めているとささやかれています。ただ福岡ソフトバンクホークスの編成上の懸案は手薄な右打ちの長距離打者です。すでにトレードで読売ジャイアンツからウォーカーを獲得しましたが、この日埼玉西武ライオンズから FA 宣言した山川穂高選手も注視しているようです。また昨オフには日本ハムファイターズから FA 宣言した近藤健介選手を獲得しまいた。近藤健介選手に続いて左打ちの外野手の獲得に本腰を入れるかどうかは不透明さも残っています。そうした中で最有力候補とされるのが西川龍馬選手の地元大阪に本拠を置くオリックスバファローズです。福岡ソフトバンクホークス内からも西川はオリックスでほぼ決まりなのかもしれない、子供時代を過ごした場所が京セラドーム大阪の周辺だというし、チーム事情遅延の両面でうちは不利な状況にいると冷静な声が聞こえてきています。いずれにせよ西川龍馬選手が FA 市場の目玉の一人となることは間違いないようですが、早期決着となる可能性もありそうです。西川龍馬選手は1994年12月10日生まれ、大阪府大阪市港区の出身の28歳です。身長176センチメートル、体重80キログラムで、敦賀気比高校から社会人野球の企業チーム、王子を経て、2015年にドラフト5位で広島東洋カープ東洋カープに入団し、背番号は5でした。天才打者の呼び声が高い西川龍馬選手ですが、2020年6月に球団を通じて、西川龍馬選手の結婚が発表されました。野球に最大限集中できる条件としてはやはり早めに結婚することが最適なのかもしれません。結婚することで一番信用ができる最愛の奥様に身の回りのことや体調食事管理を全面的に任せられます。そして自分だけでなく家族を守る責任も生まれるので、独身時代以上の覚悟で仕事に取り組むことでしょう。当時次のようなコメントを出していました。枠田仕事ではありますが、この度入籍しますことを報告させていただきます。これから食事面などの体調面やサポートをしてもらえるので心強いです。今後は家族のためにもこれまで以上に自覚と責任を持ち、野球選手としてまた人間としても成長できるようにより一層頑張っていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたしますとしています。残念ながら結婚した奥様は一般女性の方なので
画像などの詳しい情報はありませんでしたが、食事面などのサポートをしてくれる最高のパートナーと西川龍馬選手はコメントしていました。体調、食事管理は西川龍馬選手にとってすごく大事なことでしょうから、結婚条件としてこれ以上ないパートナーではないでしょうか。奥様との子供ですが、まだ子供が生まれたといった情報は届いていません。入団1年目から1軍で活躍していた西川龍馬選手、当時背負っていた背番号63は丸義弘選手や田中康介選手も背負ったことのある出世番号と言われていました。それだけ期待値が大きい西川龍馬選手ですが、2018年のシーズン序盤にハイタッチ拒否されたと噂になりました。2018年のシーズンといえば、広島東洋カープが3連覇したシーズンです。ハイタッチ拒否はチーム内で起きたことで、西川龍馬選手がタイムリーを放ち、ベンチに戻ってチームメートとハイタッチしていた時に、ある選手がハイタッチ拒否をしたとのことでした。ハイタッチ拒否をされた方はもちろん傷つくし、する方も絶対すっきりはしません。このハイタッチ拒否の一部始終を見ていたスタッフが、ハイタッチ拒否をした選手に対して激怒し、チーム内は険悪なムードが漂い、最悪な雰囲気だったそうです。チーム一丸となって戦っていこうと頑張っている時に、活躍した仲間に対してハイタッチ拒否なんかしたら、当然一丸になんてなれませんからね。この騒動により、チームの空中分解の危機を救ったのが、2018年のシーズンを最後に引退した新井貴浩さんだそうです。多くの後輩から慕われる新井貴浩さんが、ハイタッチ拒否をした本人としっかり話し合い、その張本人は心を入れ替え、事なきを得たそうです。当時現監督である新井貴浩さんというチームを支える大黒柱の存在があったからこそ、強い広島東洋カープへと成長し、リーグ3連覇を達成したのでしょう。いかがだったでしょうか。今回は西川龍馬選手のこれまでの経歴や今後について見てきました。元広島東洋カープカープのレジェンド山本浩二さん、読売ジャイアンツの絶対的エース菅野智之投手など、球界の名だたる方たちが西川龍馬選手を天才と表現しています。天才要素の一つ目はバッティング技術を挙げています。読売ジャイアンツの菅野智之選手は、広島、西川は天才、すごい技術を持っていると評価しています。また同チームの鈴木誠也選手は、天才だと思った、しっかりしないとやばいと感じたと神ってる選手にも天才と言わしめるほどの実力の持ち主です。天才要素の2つ目は、人とは違う感性を持っているそうです。鈴木誠也選手は西川龍馬選手に対して、あいつは天才だから何言ってるのか分かんないとも述べています。前田智則氏との対談では、基本的に何も考えてない、他の選手のバッティングに関心はないと話していたといいます。これらの証言からは、普通の人が持ち合わせていない感性を持っていることがうかがえます。非凡な実力は非凡な性格から生じたものなのではないでしょうか。天才要素の3つ目は、大きな大会での勝負強さを挙げています。国際大会では大暴れする勝負強さを見せました。若手主体の代表チームで戦った2017年11月のアジアプロ野球チャンピオンシップでのこと、対韓国、対台湾の計3試合に7番サードでスタメン出場した西川選手は、初戦の韓国戦では2安打、2試合目でも2安打、3試合目の対韓国戦では1ホーマーを含む猛打賞を放ちました。大会の首位打者にも輝き、国際大会で勝負強さを見せたのです。さて、非凡な天才西川龍馬選手はどこでその能力を発揮するのでしょうか。今後の動向が注目されます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。